はい皆さんこんにちはジョーです今日の仮想通貨マーケットはまた連日の上昇となっております先日発表がありました米国の求人件数のですね数値が弱かったことによって、えー、雇用の減速がまた期待をされておりますが今日もですね米国から ADP という雇用の統計が発表ありまして、まあ、それも再度弱い数値が出たことによって、えー、金曜日に発表があります これらの数字も再度また弱いのが出るんじゃないかそれによって利下げのタイミングが早まるんじゃないかというような期待がまた今出てきているんじゃないかなというふうに思います。でこれらをですね踏まえた上でやっぱりマーケットは再度さらにリスクを取るような動きが今出てきていてこれがですねマーケット全体を押し上げているような今状況となっております。で今日はビットコインインーサーも上昇しているんですが 特にですね BNB が大きく上昇していてそれに続く形でサラダも上昇して今上,上昇しているような形となっていますでそれらに関するようなニュースもいろいろと出てきておりますので実際にですね皆さんにオンチェーンのデータも含めた上で解説をしていきたいかなと思っています、まあ、あとはですね今日かなり重要なニュースがいろいろと出てきておりまして結構ですねちょっと早足で駆け足かで皆さんにご紹介をしていきたいと思うんですが結構ですねやっぱりマーケットに対して 非常にポジティブなニュースが多いので今後リスクを取っていくかどうかっていうのを考えていく上でぜひですね皆さんもこれらの情報をしっかりと押さえていただければと思っておりますあとはですね先日発表がありましたスタークエアのビットコインのレイヤー2ですとか今後のさらなる開発のですねサポートみたいなところを話をしていましたがこちらのですね STX スタ ST ックスですねビットコインのレイヤー2というかサイドチェーンとかそういったところの 関連プロジェクトでもあったりしますけれども、まあ、そのあたりもですね大きくまた10%を超えるような上昇していてやはりですね引き続きこ年に関してはビットコインのレイアー2だったりとかエコシステムの関連プロジェクトというところが、まあ、再度伸びていきそうだなというのは、まあ、こういった動きからも感じられるかなというふうに思っております。はい、で今日でですすねやっぱりりまた新た新ななニューースいいいいろろと出てきてきるんですがが、まあ、再度かなりリテールのの取引っていうのが 活発にななってきてきいいるかなと思いますで皆さんもですねまたビットコインやイーサリアムが史上最高高値更新するんじゃないかというふうに思っている方、非常に多いと思いますし今週の金曜日のですねこういう統計が予想よりも弱く出れば、まあ、本当に早いタイミングでイーサリアムもですね史上最高高値というところを更新さらにしていくんじゃないかと思いますので非常に楽しみな市場環境が続いていくと思います。でそうういっったとところでででやっぱり自分の資金にもすすね限界ががあると思うんですが 今ですね概覧の方にありますバービットの講座をですね通じて講座開設していただきますと入金額に応じて最大450万円の取引ボーナスがもらえるキャンペーンそして新規の講座開設していただいた方限定なんですが講座開設するだけで3000分そして100ドル入金するだけで追加ら3000合計で6000円分の追加でのですね取引ボーナスがもらえるキャンペーンもやっておりますのでぜひですねバービットまだ持ってないよという方はこれらの キャンンペーン使っってていたただけたらと思っておりますはいといととうことでまずはですねこちらのニュースから見ていきましょうはいでビットコインのですねスポット ETF の資金の流入が1日で887ミリオンというような流入となりましたこれはこれまで1月から承認されてから2番目に大きかった流入金額なんですがやはりですねえ下げに対してオプティプテミスティックな非常に前向きなやっぱり 経済指標が出てきているということもあって非常にですね強気な動きというのが出ているんじゃないかなと思います。あとはですねそれだけではなくてやっぱりまだまだビットコインのエクスポージャーというかポジションを機関投資家では取れていない人たちというのが非常にやっぱり多いと思うのでそういった人たちが上がりすぎる前にしっかりとポジションを取っていくというような動きが活発化しているんじゃないかなというふうに思います。はいいいいでででここれ以外にもすすねこちらののののニュースも見てたただきたいんががビットコインンオプションの取引というのが 今非常に活発になってきていますと。で、今月中にですね、7万4千とか7万5千ドルを大きく超えてくるような予想をですね、持ってコールオプションビットコインが上がれば儲かるようなオプションを買っている人が今非常に増えているというふうな注目記事になっていますと。でもう一個面白いのがですね、昨日の取引高、今日かすみません、今日の取引高で一番大きいですね。例えばそのターゲットとなっている。 ビットコインのオプションの値段というのが8万ドルになってますと、こちら見ていただければと思うんですが、これがですね今、それ笑表しているようなチャートになっていて、ボリューム・バイ・ストライク・プライスということなんですが、いわゆるこの価格よりも上がっていくと、利益が出ますよという、その基準価格になりますと、この基準価格、ストライク・プライスで今、大きく取引されているのがえっとこちらですね。 8万ドルというようなところになっているのでどん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 この1週間ぐらいはですね日に日に狙っているターゲットというのが上がっているような形になっていて非常にポジティブなモメンタムが今続いているような状況になっていますでその他にもですね見ておきたい指標があるんですがこちらになりますとでまずはですねこれが今ビットコインの先物取引の縦玉になっていますとどん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 今積み上がっているような形となっていますでやっぱりそれに加えて こちらがですねファンディングレートになっていてまた再度大きく上昇しているんですがさらにですね積極的にビットコインの先物を積みます買っていくような動きというのが見えているというのがまあこういったところにも表れていると思います。でこれらが上がっていくというのは当然のことながら金曜日の雇用統計がまあ我々にとって悪い数字つまり予想よりも強い数字が出てしまえば大きな短期的な下落というのが見込まれるのでまそういったリスクがあるというのを前提の上で さらに、まあ、上値を狙っていくような展開と今、まさになななっていいいるんじゃないかなと思いますでもしまだ自分がポジションを持ててないなという方は、まあ、今、買っておくというのもいいと思いますし定期的にドルコステ均法で買っておくというのも一つありかと思うんですが、まあ、もし強い数字が雇用統計で出てくるという可能性も、まあ、考えておきたいのであればどこまで下落するかというのを横断、まあ、ーーを見ながら大体この辺だったらタッチするかなみたいな感じで置いておくというのは、まあ、やっぱり一つ。 ありなななんじゃないかなと思ってます、まあ、大体6万8000とか6万7000とか6万7000までいくか分かりませんが、まあ、6万8000ぐらいまで落ちる可能性っていうのは十分あるんじゃないかなと思うので、まあ、指標次第ですが、まあ、そういったところもですね準備しておくといいんではないかなというふには思っています、はい。でこれ以外にもですね見ておきたいニュースとして今ですねこちらどんなチャートかというとビットコインのトータルウェールホールディングマンスリーパーセンテージチェンジ、まあ、何を言ってるかというと ビットコインのクジラがですね過去30日間でどれぐらいの自分たちが持っているポジションの変化があったかなんですがまあ今ですねどん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 クジラがまたポジションの積み上げをやっているということですねえつまり過去30日間で自分たちのポジションっていうのをどん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 積み上げているとで過去30日間っていうのはちょっとやっぱりビットコインの浮き沈みが激しくあったタイミングでもあるのでやっぱりクジラの人たちというのはまあこういった上昇相場の中でも たまに起こる、ま、こういった下落相場のタイミングで、しっかりポジションを今積んでいるというような状況になっています。はい、で、これ以外にもですね、えー、見ていただきたいのが、まあ、イーサレムのですね、今ポジションの、新規のですね、まあ、積み上げみたいなものが、ま、どん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 今増えていってますよという感じですね。まあ、これは先ほどのクジラの人たちが積み上げているというところとは、また別で、全体的に見ると、まあ、新規でビットコインを、ま、買い続けてる人たちが増えてきているというような。 チャートになっています、はい、でその一方でもう一個あのいいニュースばかりだけではなくて、えー、ちょっと気をつけておきたいなというような内容のニュースなんですが、まあ、今ですねこの黒い線がビットコインの価格そして、えー、この,、まあ、あのオレンジだったりとか緑だったりとかブルーだったりとか黄色の線というのが、まあ、今市場にどれだけ利益が溜まっているかというような、まあ、チャートになっていますとで今見ていただくとこのオレンジの,あの状況になっているんですがオレンジっていうのは かなりマーケットに利益が溜まっていますよとでオレンジになると大体です、ね、50%からあの、まあ、50%よりも多くの人たちが利益を持っているような状況ですね。で今、そういったものがどんどんんどんどん増えていっていまして これがですねまあちょっと危険水準に今あるんじゃないかということをですねまあ危険水準まではちょっと言い過ぎかもしれませんがまあやっぱり少し気をつけた方がいいような状況になっているとでえまあ80。で 80%85% ぐらいかな80%を超えるとまあこれが赤になっていくんですがま,あまだそれまではホロトウインですけれどもまあ,ある程度そういったところをですね気にするようなまあ今水準まで来ているので。 短期的な下落をまあ気にしておきましょうというわけではないんですが、まあこういった数値もやっぱりマーケットでは注目されるポイントなので、えこういった指標がありますよというところぐらいまでもまあ知っておいていただければなとは思います。はいでこれ以外にもですね注目しておきたいニュースなんですが、まあ今日はですね、BNB が七百ドルを超えて史上最高高値を更新していったというようなニュースになっています。で特にニュースがあったわけじゃないんですが、やはりですね先日トークンノンチューをバイナンスでした バウンスビットですとかまあそういったもろもろのプロジェクトというのがもうどん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 高値をですね更新していっているような状況にありますと。で今月というのは本当にたくさんのトークンローンチが予定をされていてどれだけバイナンスで行われるかっていうのは分からないんですけれどもそういったところを期待してどん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 ,ん BNB を買ってローンチプールに参加するみたいなことが目的として買われているんじゃないかなというふうには思っていますま。が かなり最高値の、まあ、大きくボーンと抜けているので、まあ、ここで買うのは正直怖いなというふうに思う人も、まあ、多いんじゃないかなという思う感じですよね。まあ、しばらくの間こういったトークンロンチの継続性というのがあると思うので、まあ、この辺りは買うか買わないか、まあ、皆さんの判断に任せますが、まあ、かなりそういった期待が高まってきているというような状況ですね。はい、でその一方でソラナもです、ね、非常に大きな上昇を今遂げていてい これの発端としては、m i m コインが今、ソラナーでは盛り上がってますと。で先日、皆さんにもご紹介しましたが、ソラナーではです、ね、5月単体でなんと50万以上の m i m トークンを発行がありました。これ、本当に驚くべきことなんですが、まあ、それによってトランザクションがですね活発になっていますと。でプラス、ディファイのですね TBL というところが今、どん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 ん活発になっていくことによって、トランザクションの数というのもすごく増えてきているということで、ソラナーの盛り上がりというのが非常に 高くなってきているというのがですね、数値として出ていると。あとは先日もこれをご紹介しましたが、イーサのボラティティがビットコインよりもですね、上昇を早いペースでしてきているということで、ビットコイン以外のですね、たとえばイーサとかサラナとか、これ BNB もそうですけれども、メジャーなアルトコインのアクティビティが非常に活発になってきているというのは、注目に値するかなと思います。で、ここでちょっと DeFi のですね、TBL について触れたんですが、皆さんにちょっとこれ見ていただければと思います。これ DeFi ラマのですね、 数値になっていてい番左のここのですねステーブルズというのがあってこれのチェーンのソラナを選んだものなんですがこれ何かというとですねソラナ上にステーブルコインがどれだけあるかというものになっていますとでこれを見ると今ちょっと減ってるんですがこの2024年のちょっと前ぐらいからどん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 資金流入が始まっていてこの資金流入とソラナのですねトークンの価値というものがかなり相関強くなっているので。 これはですね1つ見ておいた方がいいのかなというふうに思ったのでちょっとご紹介させていただきました。でこのトータルマーケットキャップだけではなくてこの USD インフローというのも選べるのでまあそういったインフローがどれだけあるかっていうのをま見ていく上でもこういったものを見ておくとまだまだこのトレンドが続くのかなどうかなっていうのも含めてこういったものを考えながら見れると思うので1つ見ておくとまあ面白いかなというのも思ったのでご紹介させていただきました。 はい、で他にもですね見ておきたいのはコインベースが今回スマートウォレットというのを出すというのを発表しましたでスマートウォレットって何かっていうとここで言われているのは今ですねウォレットの使い方とか、まあ、ログインの仕方っていろいろあると思うんですが、まあ、秘密鍵の管理とかってやっぱり面倒くさいですよねでそれを今回秘密鍵を管理してやるとかっていうのではなくて皆さんがですね今スマホでログインする際にフェイス ID とか指紋とか Google のアドレスとかいろんなものを使ってやってると思うんですがそういったですねスマートパスっていうのがスマートキーだったかなそういったものを使ってログインできるように今しようというふうにまず1つ目のファンクションとして持っていますとどこだったかなすみませんちょっとハイライトを逃しちゃいましたがそういったことをやってますとプラスそれに加えてガスレスのトランザクションにすることで非常にですね一般的にまだクリップに慣れていない人たちも使いやすいんじゃないかということで そういった取り組みをですねどん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 今後広げていこうというふうにしているということらしいですね。今の予想として大体ですね1,000万人以上のユーザーをすぐにオンボールできるんじゃないかというふうにも言っているのでコインベースがこういったスマートウォレットを導入することでさらなるですねクリプトの広がりみたいなものが出てくるんじゃないかなと思うのでこれすごく楽しみにしておきたい一つのポイントになるのかなと思います。 はい、続いてちょっとマクロ関係のニュースいくつか気になるポイントを見ていきましょう。で,今日ですね発表がありましたアメリカの ADB 民間雇用者数なんですが1月以来の低い伸びということで製造業関連で大幅減といいう,うになっています最近もです、ね、やはりサービス関連で景気が良かったりしてますがやはり製造業に関してはオーダーの受注が減っていたりもしていて。 経済のですね、まあ、鈍化というのがまあ明らかに出てきているというようなものがまあ、こういった数値にも現れてきているのかなと思います。で、この ADP の ADP の数値っていうのは雇用統計とはま相関があまり正直あの月ごとで見るとないので、これが下がってるからといって期待ができるというわけではないんですが、まあ、ちょっとやっぱりマーケットはポジティブに反応しているのかなというには思ってます。で、これらの数値を受けて、今回ですね、利下げ折り込み状況という意味では。 九月の利下げが今70、七十パーセントまで上がってきました。だいたい五パーセントくらいですかね。昨日と対比で上がっていて、十一月のタイミングでは、もう九十パーセントか八十パーセントぐらいの可能性で、利下げが現在、送り込まれています。はいまあ、これが続けばいいんですけれども、まあ、金曜日の数値次第で大きく変わる可能性があるので、まあ、注目をしておきたいポイントとなるかなと思います、はいで。チャートもちょっと皆さんと一緒に見ておきたいんですが、まずはビットコインがこちらになってます。まあ、一旦、大きく上昇して。 このまま上昇していってくれればいいなという感じではあったんですがまあ一旦ちょっと落ち着いて7万1000ドル近辺まで来ていますと。イーサーに関しては大きな上昇を遂げるというわけではないんですが3850ドル近辺まで上がってきていて少し前の3800ドルを割るような時よりも少しやっぱりセンチメントというか雰囲気というのはすごくいい感じになってきているんじゃないかなと思います。あとは勢勢いいいいいががが止止ままままららななで言いませんが 勢いがまた戻ってきているマスロナなんですが、まあ一時期はですね、トークンの価格175.60ドルまで上がっていて、また再度どこまでいくんだっていう感じにまあ一週間なっていましたが、まあ一旦このトレンドラインというところをブレイクしていることもあって、非常に注目の今後の展開になるかなと思います。まあいずれにせよ金曜日の数値次第かなというふうには思っています。はい、で他にもですね、皆さんが注目しているものいろいろあると思うんですが、やはり何と言っても BNB のですね。 トークンなんじゃないかなと思いますが、b n b のトークンはどこかといえばはいありました。今100700ドルは切ってしまいましたが、まあ、一旦大きく上昇の場面もあったという感じですかね。はい、まあこれに関してはちょっとやっぱりこの辺で追加的に買うっていう人はなかなかいないんじゃないかなと思いますが、まあ短期的なまあ、いろんなものに参加したいという人がまあ、意欲のあれだと思いますし、まあ,あとはですねやっぱり。 ある程度、やっぱその強気の相場の、えー、本当に入り口に今いて、えー、どういった状況になれば上がるかみたいなものが、まあ、見えてきていたりとか、まあ、あの1日前ぐらいにですね、えー、ブラックロックの CEO のラリー・フィンクさんが、まあ、あのインタビューを受けていたんですけれども今後、ですねやっぱりマーケットマーケットというのはそのクリプトだけではなくて、まあ、現在の既存金融のマーケットに関してはトークナイゼーションがかなりやっぱ進むんじゃないかというか自分たちで進めたいみたいなことを言っていて。 そういったこともあってですねマーケットからの期待というのは非常にやはり高まってきているのかなと思うので全体的な相場の上昇というのは、まあ、避けられないというか、まあ、短期的な意味でというよりも中長期的にはは避けられなないいいのかなというのは思っています、はいまあ、あとはイーサの関連プロジェクトでやはりですね、まあ、こういったレンズですとか、まあ、イーサファイのような動きに関しては引き続き堅調な相場が続いていて、まあ、ちょっと出遅れ感があるレンズに関してはじわじわ上がってきてますけれども。 さらに上昇を期待できるような市場環境にあるんではないかなというには思ったりしていますはいということで皆さんいかがでしたでしょうかマーケット全体で見るとまた元気取り戻してきている感じもありますし今日上場があった太工とかもですね盛り上がっていますがまあ、他の人がですねどれぐらい盛り上がっているかというかその儲けているかみたいなものがついつい気になりがちなんですがまあ、自分はこれが得意まあ、こういった分野にフォーカスしていきたいみたいなものがまあ、やっぱり必ず皆さんあると思うので まああとは僕のですね概要欄と、まあ、あとはこちらにもありますテレグラムの方で皆さんにご紹介させていただいていたサンクタムがですねかなり早いタイミングでトークンローンチをしそうだとでコミュニティ中心のトークン分配にするということで、まあ、参加者は多かったんですがコミュニティへの分配容量と容量とああの割合が非常に多いということで まあそこそこ大きなエアドローになる可能性があるんじゃないかというところとあともそもそも割り当てる基準金額みたいなところがかなり低かった、まあ、ベンチャーキャピタルの人たちが早いタイミングで安く仕入れているような基準価格でエアドローのですね分配というのも行われるので。 我々としては非常に大きなアップサイドを見込める可能性があってこれはですねかなり期待が高まってきているんじゃないかなと思っていますで一ったんですねシーズン1はもう昨日で終わってしまったんですが引き続きシーズン2以降もですねエアドローを配っていくということもあるのでもし興味がある方がいれば僕のですねテレグラムのつい,つい昨日ですねまあ今日か今日あの配信をして いるのでまあそこの使い方動画とかっていうのも見ていただければと思いますしまあ,あとはですねどんなトークノビックスで今後分配していくかみたいなところのまあ簡単なまとめみたいなものもそこに書いているのでチェックしていただければと思ってますまあ,あとはちょっとディファイ得意じゃないなという方は使い方動画というのも一緒に作ってそこに貼っていたりとかあと僕の過去動画で見ていただけるようになっているのでぜひですねチェックしていただければと思ってますはいまあ他にはですねまあ話したいこといろいろとあるんですが やはこ今年のトピックとして、ソルナがやっぱりこういったサンクタムの話もそうですし、先日あったソレイヤーの話もそうですし、本当にミームコインのところもそうですし、もう話題が常にあるような状況になっているので、ソルナの上昇みたいなところは、かなりやはり固く期待できるんではないかなというには思っています。逆に今、ですね他のチェーンでここはいいんじゃないか、こう来るんじゃないかみたいなところが、既存のチェーンって、やっぱりなかなかないですよね。例えばアービトラムとか オプティミズムとかまあそういった大手なんですがもうすでにトークンをローンチしているところに関してはまあなかなか盛り上がる要素というのが今あまりないということもあってトークンの価格に関してもかなり芳しくないような状況にはあるのかなと思います。まあ、あとは僕もですね期待をしていたアップト数ですとか推移に関してはトークンのパフォーマンスあまり正直戻ってきていないなというのはあるんですがまあ何か材料が出てくれば押し上がってくれるような。 素地、えーまあ、みたいなものはあるんじゃないかなと思うので、まあ、それ待ちかなという感じですかね、まあ、あとは他にえっ、ー、に今年注目されているものでいうとベラチェーンですとかまたモナドですとか、まあ、そういった、まあ、レイヤー2とかレイヤー1のチェーンだったりとか、まあ、あとはムーブメントとかあのザキズーキットとか、まあ、本当にいろいろ今後出てくるんですけれどもやっぱり新しいところにクリプトの人たちは目が行きがちなので。 まあそういったところをですねまあ中心に見ていってえどん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 いろんなエアドローに参加したりとかしていくのがやっぱり短期的に利益を積み上げていくうえで一ついいチャレンジになるんじゃないかなと思います。まあ、あとは最近ですねエアドローがちょっとですね一気にドーンともらえるというよりも段階的にもらえるっていう感じになるので本当にそのエアドローに参加することが一番いい利益の,まあその増やし方なのかというのはちょっと疑問になってくる可能性も あるんじゃなないいかなという,ふうに思ってます特にやっぱり今トークンの価格がどん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 上がっているということもあるのでエアドローンに資金をバーンと回すというよりも、まあ、やっぱり手元で何かしらに投資をしてそれがですね、えーまあ、バーンと上がってれば,上がればまあ売るでエアドローンにやっぱりなっていると例えば1年2年ロックされていれば、まあ、マーケットが下がってしまうと結局利益全然出なかったもしくはネガティブだったみたいなことも資金をロックさせていれば起こることなので。 えー、この辺りはですね気をつけていただければなと思ってますまあちょっとこれについてはまた別で動画を作ると思いますのでそちらも見ていただければと思っております。はい、ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。